この動画は360度カメラで撮影しています。スマートフォンからご視聴の方は必ず YouTube アプリでご覧ください。戦艦大和を建造した軍港、日本一の海軍工廠の町として栄えた呉市、戦前が培われた技術が新たな技術と結びつき世界最大のタンカーを建造するなど、戦後約10年で日本が世界一の造船国に発展する一端を担いました。その呉市にあるのが大和ミュージアムの愛称で知られる呉市海事歴史科学館。歴史を未来へをテーマに、呉の歴史と日本の科学科の礎となった造船や鉄鋼をはじめとした各種の科学技術を当時の生活や文化に触れながら紹介しています。大和ミュージアムのシンボルともいえるのが、戦艦大和を10分の1サイズで忠実に再現した巨大模型です。縮小版とはいえ全長 26.3 メートルというスケールに圧倒されます。戦艦大和は1941年12月呉海軍工廠で当時の最先端技術の集大成でありながら五木浦に建造された戦艦。ところが1945年4月沖縄特攻作戦に向かう途中、米艦載機の攻撃を受け沈没。乗員3332名のうち3056名が大和の運命を共にしました。当時の最先端技術の集大成だった戦艦大和の建造技術はその後も生き続け、世界一の大型タンカー建造をはじめ自動車や家電品の生産といった幅広い分野で応用、戦後の日本の復興を支えてきました。10分の1の戦艦大和に隣接する大型資料展示室ではゼロ式艦上戦闘機62型や特攻兵器回転銃型などの貴重な実物資料が展示されます。平均年齢21歳、100名以上の尊い命が失われました。このような実物を目の当たりすることで戦争の悲惨さ、平和の尊さや大切さを知ることができるはずです。館内を満喫した後に立ち寄りたいのが1階のミュージアムショップ。戦艦大和に関連した商品をはじめオリジナルグッズが満載。中でもおすすめなのは10分の1戦艦大和を展示スペースも含めて再現した模型、戦艦大和オフィシャルモデル、それと海軍さんのカレいかがでしたでしょうか。大和ミュージアムは JR 呉線呉駅から徒歩約5分のところにあります。戦艦大和の歴史だけではなく海軍の歴史も学ぶことができますので、戦時下の日本を忘れないあたりもぜひ一度訪れてみてください。きっと日本の歴史的背景を知る機会になると思いますよ。最後までご視聴していただきありがとうございました。